新宿のあるデパートで入学試験展覧会なるものが開かれ、受験地獄を反映してか入場者は9日間になんと10万人。会場にはテープレコーダーを使った新兵器も登場。ガリ弁ならぬ6弁を大いに売り込んでいました。また迷える羊には電子頭脳を使って進路診断。5人に1人という狭き門にこの機会わらよりは頼りになりそうです。また会場にはお母さん方のために料理の作り方まで講知するという至れり尽くせりぶり。親御さんにとって一番頭の痛いのは学費。親子ともども頭を抱えるシーズンが間近に迫ってきたようです。